さんがやってた企画なんですけど、このポテトチップスをどれだけ早く食べれるかっていう、今回はやっていきたいと思います。やっていきます。はい、それでは早速やっていきましょう。ちなみにそのサンコイチさんの記録はどんぐらいだったっけ。3分台とか結構すごいみたいな、うん、潰したりとかもしてた。あー、そうかそうか。でも食べ方は自由なんだよ多分割と。なるほどね、うん、よし、いい？いいよ、開けるとこからだよね。いきます。位置について、よーい、スタート。うまっ。まるまる1個食べたことないんだけど、うん、きつ、うん、頑張れ、記録越せるよ、ゆうちゃんが。いけるやん、もう流し込め。ごめん、もう無理だ。うん、きつかった、ゆなにが。ゆうたー、待って、多い、マジきつい。うん、なくて、ペヤングの時と同じ現象起きそう、うん、絶対食べたくなくなる、これから先ポテトチップス。これさ、潰したからさ、少なく見えるけどめっちゃ多い。あー、無理だ、無理無理、本当に無理。でもマジで無理。これ以上油を摂取するなって言ってる。あと3口ぐらい。はい、食べ終わりました。やば、記録は7分15秒です。ユナはリタイアです。待って、これね、やっぱ、あのね、最初の3口ぐらいは美味しかった。すげえ、ちゃんと食べてるよ、ほら。やっ、最初の3口だった、マジで。うんまーとか言ったっけ、自分。わかんない、言ったかも。
わあやっぱ。え、3分台で食べ終わるのやばくない？これ倍以上かかってる、うん、でもね、潰した方が食べやすかった。いやガチ気持ち悪い、もう無理なんだけど。はい、ということでポテトチップス薄塩味早食いしてみたでした。頑張りました。頑張りました。今回は頑張ったでしょうでした。ぜひ皆さんもやって。で、女性の方は結構ね遅いかもしれないけど、男性の方すごいね。皆さんぜひやってみてください。はい、今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。